高木豊、木浪の代役に意外な名前。大洋や日本ハムでプレーした野球評論家の高木豊さんが17日、自身の YouTube チャンネルを更新。左肩甲骨骨折で出場選手登録を抹消された阪神木浪聖也内野手の代役に意外な候補の名前を挙げた。昨年、しぶとい打撃と堅実な遊撃守備で日本一に貢献した木浪は、15日のソフトバンク戦で背中に投球を受けて交代。診察の結果、左肩甲骨の骨折と診断され、16日に抹消された。高木氏は、小幡がね、可能性としたら後釜に入っていく、っていうことなんだけどと、実際に16日の同戦で、8番ショートに入った高卒6年目の小幡竜平内野手を代役の1番手に指名。一方、その他の候補についても、いるにはいるよ。山田ってのがいるし、守備だけだったらねと、宮城仙台育英高出身のドラフト3位新人、山田修也内野手の名前を挙げた。高寺、遠藤浦も控えているが、山田の守備、嫌いじゃないんだよと評価。二軍戦での山田のプレーを実際に見ていて、左ピッチャーが来た時に、小幡が左ピッチャーでうーんとなった時には8番だから抜擢して使ってくる可能性もあるとし、8番っていうことを考えれば山田も面白いと期待した。中野をショートのままにしておけば木浪、小幡がダメでも渡辺、糸原をセカンドで使えたんじゃないの？山田くんはスローイングがいいね。小幡くんもうかうかしてられへんかと思う。開幕前に能見さんが注目してる選手に山田選手を挙げてたんで期待しかない。山田には、高卒新人での掛け布以来のアーチを期待。小幡、これを機にレギュラーだし、頑張れ。ないない。トヨタですらあの扱いだし、ルーキーをいきなりスタメン抜擢なんてするわけがない。小幡基本で山田を上げても面白い。バントとか小技はどうなんだろ。高木豊さんは山田くんのファンなので、多めに見てあげてください。山田は人気あるよね。チャンスをものにしてほしい。単純に若手の名前を出してれば、共感されると思って山田の名前出しただけだろ。最下位にいるならありかも。その前に岡田監督は山田さん好きなのかな？高木さんはとにかく監督をやりたくてどうしようもないが 100% 出てるね。